ちゃん。ヒロー。ノーちゃん。ノーちゃん。ヒロー。はい、今日は熱を下げたり、喉の痛みを取ったりする注射と、はい、抗生物質をちょっと打ってあげようと思います。はい、分かりました。で、飲み薬をちょっとお出ししようと思うんですけど、はい、飲めるだろうか。難しい。あんまりあの、あれ、缶詰のものとかあんまり食べたがらないんですよね。キャップフード、硬いもの。ちょっと液体で飲ませれるかどうか確かめてみますね。はい、液体だったらこうやって注射器に決まった量を吸ってもらって、お口の横のこの牙の後ろに隙間がありますから、この横に入れてもらって、あ、飲めますね。飲めますね。あ、そうですか。飲めますね。大丈夫です。あ、はい、分かります。じゃあ今日は注射打ちますので、明日から飲み薬をお願いします、ね。はい、こんな暑くても風邪ひくんですね。こんな暑くても風邪ひいちゃうんですね。喉風邪多いです。ああ、そうなんですか。で、ほとんどの子が扁桃腺が腫れるんですよ。あ、だから熱が腫れたり声が出にくくなったりするので、あ、そうなんで、そこに細菌感染が起こっている場合が多いですから、それでお薬を3日ほど飲んでもらいますから。はい、分かりました。吐いた原因は発熱があったからじゃないかと思うので、今日の注射でちょっと様子を見ますね。はい、調子が悪いようならまた連れてきてください。はい、分かりました。なんかご飯も結構食べるし、あの、なんかどうしてなのかなとかずっと思ってたの。あ、で、今日注射してすぐに元に戻るわけじゃないですからね。人間と一緒でちょっとずつ良くなって。あ、はい、分かりました。じゃあ胃の動きを良くして吐き気を止めるっていう注射と、抗生物質と、喉の痛みを取る注射と。今生後3ヶ月ぐらいの子猫がいるんですけど、それにも移るんですかね。可能性はあります。あ、そうなんですか。最後2本がちょっと痛いです。